ぶっちゃけ今でも根に持っていることや謝れずにいることはありますか？実はな、実はある。根に持ってること、店長はね、あるよ。何の、うん、ね、今言うわ、今日言う。何だろう、多分、まあ、怖い。あ、それで、ね、みたいな感じだったんだけど。待って、なんか2つ3つくらい出てきたな。あ、2つ3つ。私結構船長にやってんだな、うん、いろいろ。いや、でも、船長的に、うん、こいつって思ったのは、その1個かな。何？北海道です。先帰っとこう。すいませんでした。あればっかりは、すいませんでした。帰ってんじゃねえよと思いましたけど。すいませんでした。あの瞬間ばっかりはね、アクターもなんかしんどそうだったから、ね、LINE ではね、いいよいいよ、大事にね、みたいな言ってたけど、このガキ帰ってんじゃねえって。いや、でも、本当に、申し訳ないなと思って、うん、でもさ、ダメだった。ごめん。ごめん。いや、わかるよ。いや、ね、あのね、なんかね、まあ、言い訳じゃないけど、うん、あの日、どこまで行っていいのかな、あれって。あ、どこまで、いいのかな、結構行って。まあ、いいのかな、そういう。あの日、うん、朝から、うん、朝しょ、私寝れなくて、あ、その前日。てか、めっちゃ朝方まで喋ってたよね。あ、そうだ、喋ってた。そう、なんか、ホテルでさ、で部屋で。あの後、私寝れなかったの。はいはいはい、はい。一人、なんか、うん、何時 ?2 時とか3時ぐらいまで喋ってて、喋ってた喋ってた、そう喋ってたの、いろいろ喋ってて、うん、でじゃあ帰るね寝るねって言って船長寝て、うん、私、うん、自分の部屋戻って、うん、寝ようと思ったんだけど寝れなくて、うん、なんか一人でいたら寂しくなっちゃって辛くなっちゃって、うん、そうさっきまでさだって船長がいてくれたのにさ、うん、急に一人しかも家じゃないしさ、うん、5時とか6時くらいまで、うん、でその日がさ8時とか、うん、あーそうだった、めちゃめちゃ早くて、うん、めっちゃもうしんどくて、うん、もうその時点で、うん、まあでも頑張るかと思って、うん、ただ朝から、うん、朝一から、うん、すっごい直射日光が当たるそうだったそうだった、そう、うん、動物園行ったよね、そう、うん、動物園で、うん、すっごいその日暑かったんだよね。暑かった暑かった、うん、びっくりするほど暑くて、暑かった、そう、めちゃめちゃバテてたもんね。そう、やばいってなってて、うん、本当にもう倒れる一歩手前みたいな。はい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 。でしかも、うん、なんか船長と二人とかならまだいいんだよ、うんうん、だけど、うん、またやっぱりさあのいろいろ、うんうん、あの大人の人もゾラーっていたからさ、ね、結構なんか気使っちゃってさ、うん、気持ち的にも気使うし暑いし眠いし、うん、しんどいってなって、うん、もうダメだった。あーねーなるほどね、本当にごめん、いやいや本当にごめん、置いてってしまって、いいよいいんですよ、置いてったなあ、いいんだけど、いいんだけどね。でもアクタンのさマネージャーさんがさ、うん、あのアクタンが帰るってなったらマネージャーさんもついてくじゃん、うん、そうだ、そのマネージャーさんがね、アクタンが帰った後に、うん、なんかロープウェイみたいなの乗って、うん、でそこでコース料理みたいなのがあったの、うん、でそれがそのアクタンのマネージャーさんが希望したそのコースだったらしいの、うん、そのロープウェイに乗って山頂レストランで食べたいっていう希望だったんだけど、ごめんなくなって、え、そうだったの？え、そうです、初めて知ったんだ一緒知らなかったの？え、気使って言わないでいてくれたんだ、うん、そうだよ、え、ごめんマネージャー、え、今の今まで知らなかった、ごめんなさい。いやでも、え、でも確かに、うん、なんか、うん、このなんかあの、うん、そのなんか売店みたいなところ、うん、私がもうちょっともうこんなんなってて、うん、でその時にちょっとなんかじゃあ、うん、急遽飛行機取りますかって言って、うん、あの取ってくれたのが本当に大丈夫、うん、なんかせっかくなら、うん、山頂でレストランすごいいいレストラン予約してるんで、うん、そこだけでもどうですかみたいな、めっちゃ言われたもうめちゃ行きたがってるやんめちゃ行きたいやんそうだけど私が無理ってなっちゃって、はいはいはい、結局ぬいぐるみだけ買って、うん、でっかいアザラシのぬいぐるみ買って、うんでマネージャーさんと一緒に空港でお寿司食べて帰った、はいはい、うん、あーなるほどね、まあまあ、お寿司もそれはそれでそうなったんだ、マジで申し訳ねえ、え、ちょっとこれ終わったら謝っとこうそうだね、確かに今更だけども今更知ったんだけど、やっぱりなんかそういうねこともありますからね、うん、ありました、ね。